こんにちは、税教専門の税理士川南です。本日の動画は適用欄について紹介していきたいと思います。皆さん必ず使っている適用欄なんですが、一体どうやって使うのが正しい使い方なのか、または適用欄ってみんな何を書いているの、適用欄について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営、 Twitter、Instagram、TikTok もやっていますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは経理のレベルアップ適用欄の使い方について解説していきます。本日の内容です。最初に勘定科目の適用欄というのはどういうものかということを解説して、次に適用欄を使う目的、何のために一体使うのかということを説明します。そして記入すべき内容について、どういったことを皆さん記入しているのか、実際どういうことを書けばいいのかというルールを解説していきます。そして最後まとめ、このような流れで本日の動画進んでいきますのでよろしくお願いします。はい、まず適用欄についてです。適用欄というのはどういうことかと言いますと、取引内容を分かりやすくするためのメモだと思ってください。適用欄を記入することで何に使ったかが分かるようになります。そして次のポイント、勘定科目や補助科目より詳細になります。勘定科目というのはどういうものかと言いますと、皆さん知ってる方も多いと思うんですけど、租税効果とか通信費とか水道光熱費っていうのものを勘定科目というふうに専門用語で言います。そしてさらにその勘定科目を細かく分けるためのものが補助科目というものがあります。この使い方については前のね動画で紹介してますので、ぜひそちらの動画も合わせて見て勉強してみてください。そして勘定科目や補助科目よりさらに詳細を分けるために適用欄というものがあるわけです。じゃあ適用欄聞いたことないような気がするんだけど、一体どこにあるのということを次のスライドで見ていきましょう。で、ね、手書きで現金出納を作ってらっしゃる方はこういうような、ね、用紙を使ってるかと思うんですけど、まあ、日付書くとこがあったり金額書くとこがあるんですけど、そこのところに適用欄というふうな表示がされている項目があると思うんです。皆さんここに細かい何を買ったか、何のために使ったかというのをメモしてらっしゃると思うんですね。ここのことを適用欄というふうに言います。用紙によってはこの適用欄が後ろに来る場合もあるので、多少ね前後の順番入れ替えあると思うんですけど、適用っていうところが今回の動画の話、ここの話をしているんだよということを覚えておいてください。さあ次に会計ソフトではじゃあどこに適用欄があるのかというのを紹介したいと思います。これクラウド会計の方持ってきたんですけど、こちら MF クラウド会計の場合は適用欄というのはここ赤くね枠を囲ってあるようにここにあります。必ずね適用とか適用欄というふうに書いてありますので、その場所だと思ってください。次フリーの方を見ていただくと、ここは適用ではなく備考というふうに表示をされています。ここに派生日と勘定科目金額っていうふうに書いていって、最後に備考欄というのがあるので、ここが適用欄だとフリーの場合は思ってください。ここに細かい詳細をメモしていくということになります。では適用欄を使う目的、どういったことを書けばいいのかっていうのを次からのスライドで紹介していきます。じゃあ適用欄を使う目的についてです。先ほど言ったようにね、何に使ったか分かるっていうのが目的だったと思うんですけど、後で何にいくら使ったか分かるために適用欄を記入していきます。例えばです、消耗品を何か現金で5万円買った時、仕分けをしますよね。消耗品現金が減るのでこっち5万円となります。例えばこれだけですと何に買ったか不明すぎません？その時は覚えていても、後で見返した時にあれ、この消耗品5万円で何に使ったんだっけっていう風になりがちです。そこで適用欄に例えばプリンターを5万円でね、なんとか電気さんで買ったとか、何々店で買ったっていう風に適用欄を書くのが分かりやすくするためのメモということになります。例えばね、5万円が事務机を買ってどこどこ店で買ったっていう風にする場合もありますし、その内容によって少し消耗品なんだけど一体どういうものをどこで買ったのかっていうのを記入していくことになります。そして2つ目の適用欄を使う目的なんですけども、これは税法を守るためになります。所得税というのはルールがありまして、整然とかつ明瞭に記録するっていうルールがあるんですね。この整然かつ明瞭に記録するというルールを守らないといけないというふうな、あの所得税の税法というものがありますので、このルールにのっとるとやはり適用欄が何も書いていないと整然かつ明瞭に記録しているとは言えないというところで、税法を守るためにも適用欄はきちんと書いていきましょうということです。そして3つ目のポイント、目的です。税務調査と外部チェックに対応するという目的があります。どういうことかと言いますと、例えば税務調査が入った時に適用欄が何も書いていないと、税務署の職員の方は一体この方は経費は何のために使っているんだろうって疑問を持ちますよね。そうすると帳簿以外の書類、レシート領収書を遡ってチェックしないといけないことになります。でね、税務調査の人が別に非効率で不便なだけなんだからそれでいいんじゃないというふうに、ね、思う方いるかもしれないんですけども、と書いていないとやはりその場ね質問を受けることになります。これって一体何のために使いましたかって、そこで覚えていてすぐパッと答えれればいいんですけど、やはりそういう答えれないものが重なったりとか、適用欄を書いていないとか、あのきちんとしていないんじゃないかっていうふうな変な疑いがかかる場合があるんですね。調査でね、分からない質問をされた時は、あ、すいません分かりませんって正直に言えばいいんですけど、ですね、その後調べて、あ、これでしたって言えばことは足りるんですけど、やはり印象はどうしても悪くなり
ますよね。あ、この方普段から帳簿経理ちょっとずさんなところがあるんじゃないかっていうふうに思われてしまっても面白くないので、きちんと適用欄に書いて何のために使った経費なのかっていうのを帳簿を見ればパッとわかるようにしておくといいかと思います。そしてもう一つ、外部チェックに対応するってことですね。経理の方は別担当いてチェックする人がいる場合とか、あと税理士を雇っていて税理士がチェックをしてくれるって言った時に、やはり適用欄に何のために使ったかって書いてもらうとお互いの効率が上がるわけです。もちろんね、私もね、お客さんの入力した会計ソフトをチェックすることあるんですけども、仕事なのでね、別に書いてなくてもいいんですけど、結局書いてないと聞かないといけないんですよ。連絡を取って、これは何ですか、この何月何日にこの3万円使ったこれって何ですかっていう風に聞かないといけなくなるんですね。こちらは仕事なので別にそれはいいんですけど、お客さんの方は日々本業が忙しくって、毎日仕事にね、ビジネスに追われてる、もしくは本業をねこなすので精一杯の時に、税理士の方からこれと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 これって何のために使いましたかって、やっぱ連絡が来て、いちいちこう領収書請求書を見て夜な夜な返信する、調べて返信するっていう手間で、お互い非効率じゃないですか。なので適用欄を使う目的の3つ目は、この外部チェックにも対応しているよっていうことになります。要は税務調査と外部チェックの時に、帳簿以外の書類を調べる手間をなくしましょうってことですね。まあ、お互い効率的になりますよっていうのが目的になります。はい、それではじゃあね、適用欄に実際どういったことを記入していくのか、内容について次のスライドで解説していきます。はい、それでは記入すべき内容です。一体適用欄で何を記入すればいいの？取引の相手先の氏名や名称、または店名、目的、内容について適用欄には記入していってください。例えばですけどね、原則は正式名称または略称を使います。正式名称というのは会社の名前だったり、略称というのは多分株式会社っていちいち打たなくても、株式会社というふうに略してもいいですよという意味ですね。原則は正式名称略称なんですけども、例えばですけど日々の売上あると思うんです。で、毎日ね、1日の売上に何十件もね、お客さんが来てある方は、本日売上分としてその日の日付でまとめて適用、本日売上分と適用欄を書いて1日の売上をまとめるということは OK です。その代わり注意点があるんですけど、この本日の売上分というふうに1日分をまとめるということは、その1日分の売上の証拠というか元の根拠になる書類はないといけません。例えばね、美容室とかサロンだったら、お客さんのカルテがあって、そこに金額が書いてある。で、そのお客さんカルテごとの1日の合計を出したら本日の売上分でなりますよ。とか、飲食店だったらね、注文を受けた注文表あると思うんですよ。何になさいますかって言ってこう書きますよね。コーヒー一杯。あれがあると、本日そのお客さん一人に対しての金額がいくらで、その日の売上分をその伝票を足したら合計が本日売上分になるかと思いますので、そういう書類がある場合は、このように本日売上分というふうにまとめて記入すれば OK、 入力すれば OK というふうになります。もう少し具体的に例を見ますと、まあ、B 店から取引先 A 社のお歳暮代を買ったような適用欄の記入の仕方をしたり、例えば C 店、まあ、これはね、薬局とかスーパーとかになるかと思うんですけど、ゴミ袋や文房具等を買ったっていうのを適用に書いておく。またよくあるのは水道代、電気代ですよね。何月分のことですよっていう風な形で適用欄の記入、まあ、メモとして使っていくことになります。ですので、適用欄は分かりやすくするためのメモってことですね。パッと見た時に誰が見ても、あ、これに使ったんだなっていう風に分かるようにするのが適用欄のコツになります。はい、まとめです。適用欄はね、取引内容が見返してパッと分かるようにするのが一つのポイントです。そして二つ目、ちょっと注意しないといけないところなんですけど、細かすぎると手間がかかります。例えばね、適用欄を長い長文で書いてしまったりとか、細かくしすぎて、例えば文房具等っていう風に買ったっていう風にしとけばいいところを、ハサミ1個、クリップ1個、消しゴム3個みたいな書いていくと、もう本当に経理の手間がかかりすぎてしまうので、あまり細かくしすぎると手間になるっていうのを覚えておいてください。かといってね、略しすぎたり書かなかったりすると、先ほど言ったような税法のルールと反してしまいますので、ね、そのあたりは臨機応変にね、やっていただければと思います。そしてもう一つポイントなんですけど、会計ソフトを使っている方限定なんですけど、手書きの方はできないんですけど、登録機能などがあります。要は適用欄でよく使うものを登録機能に登録しておくと素早くできるようになるので、うまく活用してください。例えば売上とか水道代、電気代、携帯代というように毎月出るようなものは適用欄のメモを登録する機能がありますので、それを使っておくといちいち1回1回入力しなくてもいいので、手間がね、削減することになります。そしてもう一つ、表記は統一なるべくしてください。例えばですけど、 Amazon のことを Amazon とか英語表記にしたり、カタカナ表記にしたりして、細かいことなんですけど、統一した方がやはり見やすいですし、ベストです。絶対ではないんですけど、ここはね、表記は統一するといいかなと思います。まあ、自分のね、適用欄の分かりやすいような方法、手間のね、かからない方法でいいので、パッと見て分かるように表記は統一しながらするのがベストかと思います。以上、本日
日の動画は適用欄について解説をしました。はい、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。自営業やフリーランス向けにこのような役に立つ情報を動画にしていってますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと私はインスタグラム、ツイッター、TikTok もしてます。 TikTok は今フォロワーさんが5万人を超えていますので、ぜひそちらの方の SNS もまたちょっと違った情報をしておりますので、 URL の概要欄から飛べるようになってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。と私はオンラインサロンを運営しています。月額制の会員制です。会員メンバーになると質問や相談をすることが OK になります。あと定期的に Zoom で開催をしていまして、私とまあ相談や質問をするオンライン上でね、 Zoom で相談できる、またはメンバーがどんな方がいるのかとか、メンバーこの情報交換、まあ、他業種の交流になりますので、皆さんすごくためになるようです。この間も開催したんですけど、すごく面白い会になりました。あと税理士の裏側を公開していってます。ビジネスをねどうやってやってるかとか、 SNS での集客の仕方、時事ネタや税法や税金の新しいニュースができました。オンラインサロンのみだけに投げておりますので、ぜひ税理士川南のオンラインサロン概要欄からね URL 飛べるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。参加お待ちしております。サロンメンバーは YouTube からほぼメンバーになりますので、皆さんね、あのお互い知り合い同士じゃないので、そういうの関係なく、あのぜひ YouTube から来ているメンバーさんがほとんどですので、ぜひねオンラインサロンの方検討していただけると嬉しいです。はい、それでは本日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。コメントや感想、いいねボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひお願いします。それでは本日の動画も以上となります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。